はいたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。それではこれから通信事業者観点からのオープンスタックベースのサーバー基盤に求める技術的要件についてと題しまして NTT らしくですねちょっと堅苦しい題名になってますがセッションの方を始めさせていただきたいと思います。まずこれからのプレゼンテーションに先立ちまして今回本セッションのご参加の皆様にお願いがございます。 えー、本日私どもが行いますプレゼンテーションにつきましては画面に表示の通り NTT 西日本の公式発表または公式見解を示すものではございませんまた、えー、本資料に記載されている内容は、えー、私ども NTT 西日本研究開発センターにて、えー、現在取り組み中の営みをご紹介するものであり 今回お話しした内容や計画が今後必ずしも実現されることを保証するものではありませんさらに今回ご紹介するデータについては本セッションにおける議論用に検証中のデータから一部抜粋して用意したものでありますですので記載されたデータの確実性については NTT 西日本は保証いたしません 以上のことから、えー、本日の発表および資料の記載内容について、NTT 西日本は、えー、今後の検討や質問回答の責任を負わないものとします、えー。冒頭からですね、堅苦しいお話をしてしまい、大変恐縮ではございますが、えー、何とぞご了承のほどよろしくお願いいたします。 えー、それではアジェンダの方に入ってまいります、えー、ますず最初にです、ね、私どもが、えー、オープンスタックに取り組むに,にきっかけになりました背景でありますとか、えー、オープンスタックに何を期待しているのかについてご紹介いたします。えー、次に私どものサーバーインフラに、えー、オープンスタックを適用するにあたり現時点において不足する機能について、えー、本セッションの本題でもあります技術的要件についてご紹介いたします。 また、これまで私どもが取り組んできたプ,クプルーフ・オブ・コンセントですね、検証の構成やその結果の概要について、簡単にご紹介いたします。さらに、現時点で解決できていないさまざまな課題について、今後、どのように取り組もうとしているのかについて、現在の検討状況をご紹介いたします。 最後に、えー、プレゼンテーションを締めた後に、えー、皆様からのご,、えー、ご質問であるとかディスカッションに入りたいと考えております。えー、ご案内が遅くなりましたが、えー、本セッションはですね、えー、と私、各とあと、えー、こちらにいらっしゃいます2名のご協力の皆様ととも、えー、に進めてまいりますよろししくお願いいたします。 それでは、私各から NTT 西日本のがオープンスタックに取り組むに至った背景とオープンスタックに何を期待しているかについて述べさせていただきます。はい、背景に行く前なんですけど、私たち NTT 西日本の事業内容と今回対象とするサーバーシステムの説明に移ります。NTT 西日本はご存知だと嬉しいんですけども、えーえーと N、日本の N 西日本 西側に、西側の事業者でありまして、固定回線を使って電話や通信のサービスを提供しております。で最も有名なサービスでありますフレッツは、お客様から FTTH 網を使って接続しているサービスとなります。通常お客様がインターネットに接続する際は、お客様 FTTH 網からコアネットワークである NGN 網 そうして ISP 事業者様につなぎましてインターネットに接続しますただ一部のサービスにおいてはこのコアネットワークから直接サーバー群に接続するものがありますこのサーバー群との接続点を SNI と私たちは呼んでおります今回オープンスタックを導入する対象となるシステムはこの SNI 上部のサーバー群になります それでは先ほどの SNI 上部に位置するサーバーインフラの構成についてご紹介いたします。この図にありますように、ブレードサーバーを中心としてはサーバー統合の状態になっております。この図で示しましたり、あり、特に通信事業者の使用、特別な使用を持った機器を入れておらず、一般的な構成になっております。 システム開発においての役割分担なんですけども、えっと、このブレードサーバーのゲスト OS より上がサービス開発者、それより下がインフラエンジニアをが担当しております、はい。先ほどのサーバー統合の状態は、えっと、私たち NTT に新本にとって、この OPEX、CAPEX がかなり負担となっております。そこで、 私たちは、イヤースへの移行を、えー、試みております。これにより、c a p ク x s o p ク x の改善を目的としています、はい。私たちがオープンスタックに期待する最終的な目標は、SDI の実現と提供になります。私たちが理想とする SDI は、サーバー、すみません、ユーザーが自身で自由に 専用のインフラをデプロイでき設備とユーザー環境、仮想環境が完全に分離されることでサービス開発者とインフラエンジニアの分業が完全になりますこのように私たちはオープンスタックの活用で理想となる SDI の世界を実現したいと考えておりますはい、えー、それでは。 これまでがまあ背景というところで、えー、これからが本題であります NTT 西日本における技術的な要件ということで具体的にはえ私どもオープンスタックキロバージョンでえ検証してまいりましたがこちらにおいても不足する要件というのがいくつかございますので、えー、こちらをご紹介させていただきますまず何といってもですね、あの私どものネットワークに一番重要なのが IPV6V4 のリアルスタック構成での動作になります、えーまあ IPv6 が必要ですと言いますと皆さんあの、えー、といろんな機能をあの想像される場合があるんですが私どもが必要とする IPV6 のの機能ととししててはここに挙げままたものとなっております、えー、デュアルスタックで動かす必要があるのはデータプレーンといいまあ、オープンスタックでユーザーが実際に通信をするネットワークについてのみですので、えー、といわゆる裏面の、まあ、コントロールプレーン でありますとかメンテナンスのプレーンでありますとかは基本的に IPv4 で十分足りる状態になっておりま,すまた i p a m i p アドレスマネージメントにつきましては、えー、テナント単位あるいはセグメント単位仮想マシン単位でそれぞれ管理をしたいという、えー、要件がございます。 で特に重要となってまいりますのがこの3点目固定的な IP アドレスの割り当て方法ということで具体的には IPv6 の仮想,、えー、仮想マシンに IPv6 の固定アドレスをどうやって割り付けたらいいだろうかというところが今我々にとってもまだ課題になっております。IPv4 ですといわゆるフローティング IP という機能を使って、えーまあ、実現できるんですが。 IPv6 の世界でナットをかけるというのもナンセンスな話ですしかといって固定で割り付けるとうまく動かないといったのがまあ今の課題になっております4点目はアテナント内のルーティングですがこちらはあの複雑なものが逆に必要なくてですねスタティックにまあルーティングができればいいとなのでよく皆さんに言われるのは BGP がいりますか OSP がいりますかって言われるんですが、まあ、そういうのは必要ないという状態になっていますで最後ですがファイアウオールーザサービスロードバランサーアザーサービスも動かしたい 今、v 4ではあのようやく実装がなされてきていますが、V6 に関しては全く操作していないというのが我々の認識でございます。一方、ファイアウォールに求める要件です。先ほど IPV6 でファイアウォールを動かしたいというお話をさせていただきましたが、それ以外にもそもそも v 4の世界においてもですね、Fireall as a s e r v という名前に ななっているはずなんですけど実際には IP テーブルズの塊でこれ FIRE といんでいいのかなということでできればステートフルなアクセスコントロールリストあるいは SPI と呼ばれる機能が最低限欲しいなという状態ですさらに FIREAL、えー、既存のですねあのインフラで使っております FIRE の機能の中に 典型的なそのセキュリティ攻撃に対する対策ということで、まあ、具体的にはリード、スの対策であるとか、まあ、よくある。あの攻撃のまあ対策については、このファイアオーラーズがサービスで実装してほしいなというのがまあ,あの私どもの希望です。で、まあ3点あ4点目はまあハイアベイラビリティ冗長化対応といったものになります。 続きましててローードバランサーについてです。こちらも IPV6 対応はまあもちろんのことながらそもそもの話といいますと、えー、オープンスタックのロードバランサー・ザ・サービスは基本的に Web サービスをロードバランスするために作られているものと 我々は認識していますですので80番だ443だっていうのは、えー、対応できるんですが私ども、まあ、通信事業者としてはですねできればそもそも TCP のポート番号であるとか UDP の、えー、プロトコルもロードバランスをしたいというニーズがありますので是非ですねそのレイヤーちょっと下げていただいて、まあ、いわゆるレイヤー4のレベルでのロードバランスの機能を実装してほしいなというのが私どもの要件です。 あと細かいところですが、まあ、ダイレクトサーバーリターンであるとか SSL のまあオフロードとまでは言えないんですが SSL の対応だったりとか上昇、えー、化の機能が欲しいというのが私どもの要件でございますその他、えー、逆にですねいらないものといった語弊があるんですがあの一般的にまあ今日皆さんいろんなセッションをお聞きになってあの何万台何十万台というサーバーをえーと オープンサックで運用してますっていう話をよくお聞きになったかと思いますが私どもの、えーまあ、サーバーインフラはどちらかと言いますとプライベートイヤースで一つ一つは、えー、規模が小さなものになっておりますただその、えー、サーバーインフラが分割していくつも存在するといったのが、えー、他の皆様の、えー、形とちょっと違うところでありますですので、えー、個々のサーバーインフラ環境は物理サーバーで言いますと、まあ、せいぜい数百台程度のものですので、えー オープンスタックの機能に私どもスケーラビリティはそもそもそんなに重要ではない。もう一つはアジリティということでいろんな機能があのオープンスタックのコンポーネントでどんどん追加されていますが私どものサーバーインフラにおいては一度作ったサービスやアプリケーションにそもそも機能を追加することがあまりございませんあるいはサーバーインフラにその機能を求めてくることも基本的にはあまりないということでアジリティもそんなに重要ではない。 じゃあ私どもにとって何が一番重要なのかと言いますとスタビリティ安定性ですね必要な機能が適度な性能で、まあ、あの高速な性能とまでは言わないです適度な予測可能な範囲での性能で安定して動作し続けるということが私どもにとって一番重要なことでございますで今頭の痛い話がオープンスタック 入れれてしまったらこれバージョンアップどうしようというのがちょっと、まあ、あの他の皆さんも同じように悩まれているかと思いますが私どももあのこちらが今課題となっております。以上がですね、まあ、あのないものねだりといいますか、えー、とこういう機能が欲しいなという話だったんですがじゃああの私ども今まで取り組んできたその検証の内容とその結果の概要についてご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、一般的なあの オープンスタックでいう3大構成です、ね、を、えー、模擬したものでございまして、えー、コントローラーノード、えー、コンピュートノードストレージノードネットワークノードはそれぞれ汎用用的なインテテルアーーーキテクチャのサーバーを利用しています、まあ、あのコンピュートノードにはちょっと CPU をですね潤沢に割り当てたりとかストレージノードは基本的にはハードディスクを JBOT でたくさん詰め込んだとかですねそういうものですが基本的には どこかのメーカーの特殊な機能に依存しないどこのハードウェアでも動くようなものを目指して取り組んでいますでこちら載せています絵はポック1つの絵ですが実際にはこのポックを3つ作っておりましていろんなメーカーのハードウェアここに書いた仕様を満たすいろんなメーカーのハードウェアを混ぜ込んで比較検証を進めておりますでネットワーク性能ですね先ほどのビートアイルさんの検証データを見てまあ ある意味ほっとしたと言いますか、まあ、近しいデータが出てるのかなと思ってるんですが、えー、ちょまず内容にあの入る前にですねちょっと,えと想定外の内容がございましてまずそちらをご紹介させていただくとトップオブラックスイッチの間に実はパケット数が発生してましてちょっとまだこれが原因の解析まで至っておりませんですので今からご紹介するデータがちょっとこの問題に引きずられてる可能性があるということだけご了承いただきたいと思います。 でやった内容につきましてはコンピュートノード上の仮想マシンからスイッチングいわゆるネットワークノードを介さないでレイヤー2で折り返す試験とネットワークノード上のルーティングエンジンを介して L3 レイヤー3の構成の試験をした時のデータがこちらの方になっておりましてだいたいレイヤー2で3.5ギガ程度ルーティングでも近しい数値となっております。で、 まあ結果として見るとですね、まあ、レイヤー2のところでそもそも遅いといったところになってましてそあの検証する前にはレイヤー3が遅いのかなと思っていたのですがレイヤー3は実はまあ遅いというよりはレイヤー2が遅いのでそもそもレイヤー3はまあそんなに劣化していないというのがまあ私どもの検証の中で得られたデータになっています。 でもう一個ご注意いただきたいのは今回あのチューニングを施しておりませんあのいろんな機械を混ぜ込んでおりますのでその機械ごとにチューニングというのはしてますとちょっとえらいことになりますので今回チューニングはしてませんのでこのデータ自体はまだまだ改善の余地はあ,るあろうかと思いますが言い換えますと、えー、買ってきたハードウェアに何も考えずにオープンスタックを入れて、えー、動かすとこのようなデータが得られるといったような形でご認識いただければ結構かと思います。 あちなみに、えー、ともう一つですね先ほどのビットアイルさんのお話とちょっと違うのは VXLAN を今回使っておりません、えー、私ども VLAN で、えー、やっておりますですのでちょっと数字が違うのは、まあ、こういったところに影響しているものとお考えくださいで今後の取り組みです、まあ、先ほどお見せしました、まあ、これまでの取り組みの結果まだまだ課題があるというふうに考えておりますで 私どもの課題、まだまだ山積みでございまして、先ほどえ過去からご紹介しました、従来のオープンスタックを使わないサーバーインフラをこのまま維持し続けるのは、もう非常に困難な状態になっています。でかといって、今後のオープンスタックを安定運用させるということを考えますと、次の三鷹のバージョン、LTS ですね、ロングタームサポートだと思いますけど、LTS でぜひ入れたいと。 LTS を逃してしまいますのでこのタイミング残り半年で何とかしたいと思っておりますですので、えー、オープンスタックにいろいろと期待はしたいところではあるんですが今足らないところは、えー、オープンスタックの他の何かで補うといったことを今後早急に、えー、する必要があります具体的には2つですね機能面の充足と性能面の充足ということでこちらに書いてありますようなことを やりたいと思ってますす具体的には次のページからご紹介いたしますまずネットワークの面におきましてはまずやっぱり何を言っても IPV6 を起こさないことには私どものサーバーインフラを新しくすることはできませんので IPV6 の対応あるいはファイアウォールロードバランサーもこちら対応させていく必要がありますとで案は2つあるんですがちょっとオープンスタックのコミュニティには あの怒られるかもしれないんですけど、まあ、レイヤー2の構成にして、えー、その外した機能をどうするのかといったところで既存の箱物ですね外部のアプライアンス機器を使うのかあるいは外部のサードパーティーの s d n の製品を使うのかといったようなところで今製品選定等々を進めております。えー、次に先ほどの、まあ、ビットハイさんの話もありましたけどもハードウェアのオフロードというのも私ども取り組みたいと考えております。 具体的にはレイヤー2の性能ということで、まあ、先ほどは VXLAN のオフロードがございましたが、まあ、私ども VXLAN は使ってないんですがそれ以外の機能もオフロードできないかなということで今いろいろ模索をしておりますあるいはレイヤー3の機能ですね今回は、えーまあ、計らずともそのボトルネックになりえなかったんですがネットワークノードは今後、まあ、あのボトルネックになる可能性が十分にありますのでこのレイヤー3の機能を、えー 現時点でではまだ箱物ですね外部アプライアンスの機器にオフロードしていくのがまだ最善かなと思っておりましてこの外部アプライアンスの機器を従来のプロプライエータリーな機器であるとかあるいは最近流行りのホワイトボックススイッチも活用していきたいと考えています。 え続きましてストレージですね。今回あのこの紙1期、紙半年ですね、えー、っとストレージは実はあんまりフォーカスを当てていなかったんですが、ストレージに関しては先,あの先ほどの要件にも,な,もうなかったと思いますが、機能的にはまだ、えー、今のところ十分に充足しているかなと思っておりますが、だまだまだあの活用という観点ではいろんなことができるかなと考えておりまして、まあ、新たなチャレンジをいろいろしたいと思っております。具体的にはえ1つ目 専用機の活用、ガイドアプライアンスとして、まあ、従来の,の HP さんであるとか NetApp <laughs> さんであるとか EMC さんであるとかのハードウェアを o p e n s t a c k ンダ i n d e r で使ったときにシン i n d e r ドライバーでいろいろ最低限のことはできるんですけどやっぱりそ,のそれぞれの機器のいい,い,いところいろんな機能を使いこなそうと思うとそれぞれの、えー、ハードウェアの方のマネジメントを触る必要があると。なので OpenStack、えー、からの管理と ストレージの管理といいう二面性が発生してしてまいますですのでこのマネジメント管理の面の面改善を何とかしていいきたいあとは、まあ、今回はあのファイバーチャネルをあえて活用しなかったんですがまだまだファイバーチャネル、えー、と活用の余地があると思っておりますし、えー、使うからには、えー、あの面倒な設計を省略化していくといったようなことにも取り組んでいきたいと思っております。 また、えー、今回、ですねあのストレージノードはあのコモディティサーバーといいますか汎用のインテルアーキテクチャにハードディスクをたくさん突っ込んでという使い方をしましたが今回、実はそれ以上のことができておりませんでして普通ですとそれをやったらですねあの分散ブロックストレージセフだとかですね、まあ、NTT グループですとシープドックを活用して動かすのが、えーまあ、本来だと思いますが今回、ちょっとここそこまで手が回らなかったので、えー、次はぜひ。 これを使いいいいここなしし、てきたと思ますれも先ほどの,です、ね、あのビットアイルさんの話になりましたが40ギガの,あのネットワークであるとかあるいはファイバーチャンネルでも高速の32ギガであるとか128ギガっていうのが出てきているようですのでこういうストレージネットワークの高速化を、えー、チャレンジしていきたいと考えていますさらにですね、えー、と実運用を考えた時に、えー、そもそもまだあの着手できていないのがバックアップです 既存のサーバーインフラではあの従来型の,、まああのバックアップフルバックアップだとかサブンバックアップだとかっていうのをです、ねまあ、あの仮想テープライブラリーを使って実現していますがじゃあオープンスタックに書いたときにバックアップってどうしたらいいんだろうか今までのやり方ってそのまま踏襲するのは、まあ、ナンセンスだと思いますのでやっぱりバックアップのあり方っていうのはそもそも考えないといけない。 で具体的にはバックアップに何を求めるのかということで、まあ、一番重要な観点としてはディザスターリカバリー DR の観点でその異なるメディアにバックアップを取るにはあるいは遠隔時に飛ばすにはといったところを検討していく必要があると考えております。あとコンピュートノードに関してはですねこれはかなりチャレンジングな話だと思いますがマイクロサーバーの活用というのを考えております。 えー、これをするにはですね、まあ、あのアイロニックですねベアメタルプロビジョニングあるいはベアメタルコントロールといったような機能が、えー、実現されていないといけないんですが何をしたいかと言いますとあの今回買ったハードウェアは、まあ、CPU かなりあの高価なものを買いましたので、えーまあ、サーバーの値段がやっぱり高くなっています。で一方ですねマイクロサーバーバという あの安価な CPU をそのまま使う,もう分割せずにそのまま使うといったような使い方も、えー、最近徐々に出てきていると思いますあるいは消費電力という観点で使わないサーバーを個別に落としていくといったようなこともちょっとできるのではないかなと考えておりますしあるいはネットワークのところでもありましたその仮想スイッチ l a 2のオーバーヘッドをあの極端に外すあの、まあ、改善するという。 ためにはもう OVS 外してしまうといったのが一つの手だと思いますので、まあ、LinuxV ジに変えるという手もありますが物理サーバーに、えー、してしまうといったことや、まあ、それによってその仮想マシン上の、えー、すみませんハイパーバイザー上のノイジーネーバーの問題もあのおのずと解決できるのでちょっとこういうのはいろいろ試してみたいなと思っております。えー、今後のロードマップとしましては、えー、11月以降ですね、えー 先ほどの,、まああのネットワークの案にございましたレイヤー2の構成で IP ブロッをとりあえず何としてでも動かすといった環境を作っていきたいと考えていますただこれはあくまで現時点の一時的な代替策としてまず今現在できるところから始めるといったことを取り組んでいきたいと思いますので今後これをずっと続けるというわけではなくあくまで今回まずは動かすといったところになっています あと先,先週ですかね出ましたリバティ版の動作確認であるとかあの先ほどあの載せましたオフロードの検証等も進めていきたいと考えております。で2016年度、えー、これは、えー、日本の会計年度になりますがあの2016年4月以降。 早いうちに商用の環境でオープンスタックの新しいサーバーインフラを構築していきたいと考えています具体的には先ほどありましたミタカですね、LTS のバージョンが出た時点で動作確認をしてそれを商用の環境に適用していきたいと考えています でそのインフラを作った上でその上に乗るゲストシステムの皆さんに2016の年度末頃の開発予定のシステムをどんどん実運用に、えー、適用していきたいなと考えております最後に OpenStack、えーま、に対する、えー、NTT 西日本のスタンスについてということで進めさせていただきたいと思います、えー、先ほどもありましたけどオープンスタックへの期待ということで NTT 西日本としましては、オープンスタックはユーザーに徹しようと思っています。NTT グループをはじめとしましたコミュニティの皆さんに、今オープンスタックかなり開発を進められていると思いますが、まあ、私どもこれから OpenStack にまあ開発入っていくというのも一つの手かと思いますが、オープンスタックの発展というのを考えたときには、どちらかというと、私どもまあ後発ですので、えー、と実際に 実運用で使っていくその実例を増やしていきたいとそちらの方でオープンスタックの発展に寄与していきたいと考えておりますですので先ほど述べましたような実運用するにあたってこんな機能が足らないんだとかこういうの欲しいんだという声を上げ続けて実運用を頑張っていくということで NTT 西日本はオープンスタックの発展に寄与していきたいと考えております以上をもちまして NTT 西日本からの まあプレゼンテーションを終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。<laughs> はい、えー、時間だいぶ余ってると思いますので、あの、ご質問等ございましたら、あの。ご遠慮なくいただきたいと思いますが。